外も29度、30度近い気温が続いております。子どもたちも少々運動会の練習などで疲れ気味だと思います。子どもたちの能力を見つけて遊びながら学ぶことも大切です。きちんと話を聞き出して、どんな曲を運動会で踊るのかな、何でも答えてくれます。国権のエチュード、エチュードとは練習曲という意味ですが、手首をお化けのように、お化けが来たぞ、お化けなんてないぞ、手首を柔らかくリラックスしてフレーズ豊かに弾いてみてください。国権のエチュード、良い子の皆さんもピアノの練習が難しいわ、なんだかピアノって難しいわとお悩みの方、ぜひうちのピアノ教室は楽しさからソルフィジュ、かくれんぼ、お宝探し、駄菓子屋さんごっこ、何でもオールマイティーに対応できます。子どもたちがピアノが嫌いにならないためには、先生がだるまさんが転んだ、最初はグーあじゃんけんポン、生まれたてあ1歳、あ3歳5歳、シニアの方まで対応できます。皆さんも人を励まし、決して完璧を求めず、のびのびと子どもたちの遊びしてはいけない時は危険な時です。子どもたちに危険が及ぶ場合はダメよとしっかり注意してあげましょう。子どもの安全衛生管理にも気をつけております。虫が嫌いな子、アリが嫌いな子、先生も消毒もちゃんとしております。皆さんも温かい目で自分のお子さんや成長を温かく見守ってあげましょう。それではまた。